こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本も F-35 ステルス戦闘機の導入が進められている中、米国では核弾頭投下実験が行われているのをご存知でしょうか？今回は進化し続ける F-35 についてもお話ししていきますね。世界で売れるのは F-35A になるのかな？日本の F-3 戦闘機計画も動き出しているので、スピード感を持って進めてほしいみたい。2020年11月23日、アメリカの国営放送 VOA ボイスオブ。アメリカは第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2A 型からの B-61 から12型戦術核爆弾の投下実験が成功したと報じた。B-61 から12型戦術核爆弾は、アメリカの核兵器開発機関の一つ、サンディア国立研究所が手掛けており、次世代戦術核兵器として爆発規模の調節や地下の目標にも到達可能な兵器と言われている。すでに今回の F-35 ライトニング 2A 型の前に、第 4.5 世代戦闘機とも言われる F-15EX による B-61 から12型戦術核爆弾の投下実験にもアメリカ空軍は成功しており、その意味では新兵器とは言い難い。しかし、機体が F-35 ライトニング 2A 型となったことで、まず、そのステルス性を損なわない、胴体内のウェポンウェイに B-61 から12型戦術核爆弾を搭載可能となったことが、運用の幅を広げたと言えるだろう。また、音速を超える飛行速度から B-61 から12型戦術核爆弾の投下に成功したことも特筆すべき点であり、その速度域においても十分に安定した動作で攻撃に使用できることが確認された形だ。日本にとっても関わりがあると感じられるのは、今回の F-35。ライトニング 2A 型への B-61 から12型戦術核爆弾の組み合わせは、アメリカ空軍として対北朝鮮向けの運用も視野に入れていると見られる点だろう。これを実際に行うためには、在韓もしくは在日米軍基地への F-35 ライトニング 2A 型と B-61 から12型戦術核爆弾の配備が必要となると思われるが、日本では非核三原則に照らして問題化する可能性もある。同様に韓国もこれが配備されるとなると、いたずらに北朝鮮を刺激する恐れもあり、軍事的にというよりも先にまず政治問題がその実現の前には大きなハードルとなることが想定される。前述のように、今回の F-35 ライトニング 2A 型や F-15EX 戦闘機以外にも、この B-61 から12型戦術核爆弾は F-16C-D 戦闘機でも運用が可能となっており、これはヨーロッパの NATO 加盟国の多数に影響する。NATO 加盟国の具体的には、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギーには、アメリカ軍の戦術核兵器をいざという時に自国軍で使用する。ニュークリアシェアリングの義務が課せられている。この中で、イタリア、オランダ、
ベルギーは F-35 ライトニング 2A 型の採用、調達が決定しており、今回の実験成功を受けて自動的に、ニュークリアシェアリングへの対応が行われることとなった。問題なのは、F-35 ライトニング 2A 型をはじめ該当する戦闘機を調達する予定のないドイツであり、現在、その任に当たっている。バナビアトーネード戦闘機の代替機の行方が未確定なことだろう。ドイツでは、バナビアトーネード戦闘機の代替機としてアメリカの FA-18E F 戦闘機とヨーロッパのユーロファイタータイフーン戦闘機の名が挙がっているが、国内では後者一択が優勢に見える。しかし B61 から12型戦術核爆弾をユーロファイタータイフーン戦闘機で運用するための準備は一からの作業となるため、アメリカ側としては2025年予定のトーネードの退役に間に合わせられないと指摘している。これはアメリカとドイツとの間の問題だけにとまらず、NATO 加盟国のニュークリアシェアリング体制を揺るがす事態に発展する恐れもあり、アメリカもすんなりと見過ごすことはないと思われる。さて、今回の F-35 ライトニング 2A 型による B61 から12型戦術核爆弾の投下実験が実際に行われたのは、報道の3ヶ月前にあたる8月25日のことで、ネバダ州の砂漠の中にあるドノパー試験場で挙行された。サンディア国立研究所は CNN を通じて、約1分24秒ほどの実験の映像を公開しており、一部不鮮明な部分もあるが、F-35 ライトニング 2A 型が B61 から12型戦術核爆弾の模擬弾を投下する模様を見ることができる。今回の実験では、高度約3200メートルの上空から B61 から12型戦術核爆弾の模擬弾が投下され、42秒後に地上の目標地点に着弾していることを視認することが可能だ。映像では、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイが開き、投下された B61 から12型戦術核爆弾の模擬弾は、しばらく自重で落下した後に閃光とともに、自立推進をはじめ、回転しながら加速して地上に着弾する。興味深かったのは他国の報道であり、ロシアメディアでは、この今回の実験を NPT 核兵器不拡散条約に明確に反した行為だと、非難しており、ある種のステレオタイプさにはノスタルジーすら感じさせる。 NPT 核兵器不拡散条約違反といえば、2014年にマーシャル諸島共和国がアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮を提訴したが、これとは180度異なる指摘だろう。